はい、始まりました。桜井とわの猛烈トラベルということで、現在東京駅に来ております。本日2022年6月23日は東北新幹線が開業して40周年を迎えました。40周年を記念して、今回は現在東北新幹線を走る全ての営業列車を見ていきたいと思います。ということで本日もよろしくお願いいたします。はい、ということでホーム上に上がってまいりました。まず最初に紹介する新幹線は E2 系です。この列車は1997年3月にデビューし、現在東北新幹線を走っている列車の中では最も古い列車となっております。現在 E2 系は那須の山彦として東北新幹線を支える重要なこの各駅停車として活躍をしております。続いてご紹介する新幹線は E3 系です。この列車は山形新幹線翼として多く使用されていますが、一部の那須の号としても運用されます。また翼号が運転見合わせや運用ができなくなった場合、やまびこ号としても使用されます。この E3 系には2つの顔があり、1999年に導入された E3 系1000番台、2008年に導入された E3 系の2000番台によって顔が異なります。3番目に紹介する新幹線は東北新幹線のエース E5 系です。この列車は2011年3月にデビューし、最高速度は日本で一番速い時速320キロです。この列車は東北新幹線の全種別として運用されており、この列車では初めて10号車にグランクラスというグリーン車を超えるさらに上級の座席を設けました。4番目にご紹介する列車は E6 系です。この列車は秋田新幹線として多く運用がされておりますが、秋田新幹線以外にもはやぶさ、やまびこ、那須野としても運用がなされております。運行開始されたのが2013年3月。この列車も先ほどの E5 系同様、最高速度日本一を誇ります。時速320キロで東北を駆け抜けていきます。この列車も2番目に紹介した E3 系と同様にミニ新幹線という方式のため、他の新幹線と比べて一回りサイズが小さくなっております。最後にご紹介する新幹線は E7 系です。この列車は2014年3月より運転を開始し、上越北陸新幹線の車両として活躍しております。最高速度は時速260キロ。現在東京駅で1時間滞在したら最も多く見れる種別となっております。最後に東北新幹線エースの E5 系の入線をご覧ください。この動画をここまでご視聴いただきましてありがとうございました。